日米韓三カ国の首脳会談が日本時間明日未明、アメリカ・ワシントン郊外で開催されます。岸田総理大臣が日本時間の今朝アメリカに到着したのに続き、韓国のユン・ソンニョル大統領も現地に到着しました。日米韓首脳会談が国際会議とは別に単独で開催されるのは初めてのことです。会談では、 日米間首脳会談を毎年定例化することや北朝鮮によるミサイル発射情報の即時共有首脳間のホットライン設置などについても協議しますこのほか AI ・人工知能や経済安全保障分野などを含む3カ国での戦略的連携の強化についても話し合う見通しです